未だ止むことのない自爆テロ事件。そこにはこんなキーワードが。イスラム系武装勢力が犯行に関与したとの見方を強め、イスラム武装勢力、イスラム過激派組織アルシャバーブが犯行声明を出しています。イスラム過激派、イスラム原理主義組織ハマスが運営する、イスラム原理主義。ニュースに出てくるイスラム原理主義、イスラム過激派、イスラム武装勢力、これらの違い分かりますか？実は宗教を知ればこのニュースの謎が見えてきます。この後池上彰徹底解説、イスラム原理主義。続いてはテロに関するニュースです。去年の5月2日、イスラム過激派アルカイダの指導者であるウサマ・ビンラディン容疑者殺害されましたよね。ただ現在もテロは終わっていないということなんです。こちらをご覧ください。イスラム原理主義、イスラム過激派、イスラム武装勢力、こういった言葉がテロのニュースの時にしばしば皆さん耳にされるかと思うんですが、この違い分かりますか？全然わかんない。一緒なんじゃないんですか？みんなテロ組織とかって、原理主義っていうものがね、あのイスラム教以外をもう認めないとか、そういう意味なのかなとかと思ってたことあるんですけど、自爆テロとかもテロを仕掛ける人とか、そういう風なちょっと怖いイメージしかないんですね。そうなんですよね。どうしてこの言葉がそういった怖い印象になってしまったのかっていうのを池上さんに聞いてみたいと思います。はい、これはね、あのごっちゃになって使われているんですが、実は上のイスラム原理主義と下の2つは全く違うもの、異なるものと考えてください。はい、こちらもちろんね、それこそ自爆テロをやったり、いろいろ人を殺したりしますでしょ。イスラム原理主義はそもそもそういうものじゃないんですよ。どういうことかと言いますと、こちらイスラム原理主義というのはもともとですね、イスラム復興運動、あのつまりだんだん近代化が進んでですね、例えば女性が髪の毛を隠さないようになったとか、ね、こう肌を見せるようになったりした、そういう風潮を見た人たちが、いや、イスラムの良き伝統に戻るべきではないか、伝統的なイスラムの教えに戻ろうではないか、でイスラムの復興運動というのを始めたんですね。でこうイスラムの教えを広めたり、あるいは貧しい人たちを助けたり、あの医療を施したりという、こうあのまあ言ってみればボランティアの運動も含めてのイスラム復興運動というのを始めたんですね。それをですね、キリスト教系の学者が原理主義って名付けたんですよ。と言いますのも、キリスト教原理主義というのがあるんですね。キリスト教原理主義ってアメリカに結構多いんですけど、聖書に書いてあることは一字一句全て正しいことだと。だからあの人間は神様によって作られた、ですからそもそも進化論などは間違いだということですよね。ノアの箱舟の洪水はあったことだと、全て信じている人たちのことをキリスト教原理主義と呼んだんですね。この発想でイスラム復興運動のことをイスラム原理主義と名前を付けちゃったと、こうキリスト教的なものの見方なんですね。だから本当は原理主義ではなくて伝統的なイスラムの教えに戻ろうとする考え、平和的な運動がイスラム原理主義なんです。ところがこの運動の中に、この理想のためならば武力を使っても、あるいはテロをやっても構わないと考える一握りの過激派が出てくるわけですよ。そういう人たちがイスラム原理主義過激派と呼ばれるようになったもんですから、なんとなく原理主義そのものが過激な人たちという誤解が生まれた。そういう思ってたね。思ってました。はい。違うんだ。過激派がつくつかないで全く違うものだということですよね。そうなんですね。で、このイスラム原理主義というのは、言ってみればイスラムの伝統に戻ろう、本当のこう敬虔な昔ながらのイスラムの生活様式に戻ろうじゃないかという運動の一つなんですね。で、そういう伝統的なイスラムを守り続けている敬虔なイスラム教徒の国というのがあります。それが中東のサウジアラビアなんですね。はい、このサウジアラビアに今回池上さん、はい、そして遥さんと一緒に行かれたんですよね。はい、はい、そうです。あの
ものすごい見たことのない、日本も私スイス育ちなんですけど、ヨーロッパでも見たことのない光景だらけで、びっくりしました。サウジアラビアは原則としてイスラム教徒以外の人はなかなか入りづらい国なんですね。でましてこうジャーナリズムが、テレビのカメラが入るということも非常に稀なんですが、今回特別な許可を、出てですね、ここに行くことができたんですね。さあ、それではめったに見られない貴重な映像をご覧ください。日本から西へ8700キロ、中東の石油の国サウジアラビア。今回一緒にリポートするのはハルカ・クリスティーン。さあ、私たちは中東の国サウジアラビアにやってきました、はい、首都リヤドのホテルの一室からこう外を見ているんですけれどもね、はい、高層ビルの建築が進んでますでしょ。そうですね、サウジアラビアというのはですね、はい、海外の人がなかなか入りにくい国なんですね、はい、とりわけそのメディア、報道陣が入るのは大変難しいところなんですが、今回特別に許可をが出てですね、私たちはここに来ることができたんですね。わざわざなぜホテルから始まるんですか今。そうですよね、疑問に思いますよね。なんか観光地みたいなところで始めてもいいと思うんですけど、はい、そうしたいところなんですが、はい、はるかさんがこの格好でこう画面に出られるのはここだけなんですよ。なるほど。外に行きますと、はい、サウジアラビアの女性たちってみんなのアバヤという黒いマントのようなものを着てですね、髪の毛を隠して、さらに顔も隠している人たちも大勢いるんですね。はるかさんももし外へ出る場合はその格好をしなければいけないんですよ。サウジアラビアは非常に厳格なイスラム教の国で、はい、外国の人あるいは異教徒の人もそういう格好をしてくださいということになってるんですね。厳しいですね、いきなり。そうですね。かつて砂漠だった場所に作られたサウジアラビアの首都リヤド、油田発見以来発展を続けています。日本ではあまり知られていない厳格なイスラム教徒の暮らしとはどんなものなのでしょうか。さあ、リヤドのオールドタウン、古い街並みにやってきたんですが、はるかさん、はい、似合いますよ。ありがとうございます。なんかすっかりサウジアラビア人になった気分です。そうですね、こういう格好でないと街を歩けないんですよね。街歩いてて女性が全く、はい、見当たらないぐらい、本当に、はい、あそこに一人、はい、全身を覆ってる感じ、あれ女性ですかね。ああ、ちょっと一人あそこにいますね。目ぐらいしか出てないぐらいの格好をしてますけど、はい、そうですね。で、ほら、ここは一人じゃないでしょ。あと、家族を連れて歩いてますよね。女性はね、はい、守るべき大事な存在なので一人で街を歩くっていうことが認められていないんですよ。外出するときには家族の男性と一緒、あるいは車の運転は危険なので認められていないので、はい、ドライバーさんと一緒に出る。女性の運転は認められていないんですよ。去年9月には車を運転していた女性にむち打ち10回の判決が下ったというニュースが伝えられました。後に国王の恩情措置によって判決は取り消されたものの、車の運転は認められませんでした。でもちろん女性の中にはね、はい、女性だって運転を認めるべきだと、そういう主張をしている人たちもいます。そういう意味ではサウジアラビアも少しずつ変わりつつありますけれども、はい、基本的には女性は守るべきものだから運転なんかしちゃダメだねと、こういうことなんです。女性の服装や車の運転など私たちから見れば厳しい決まりがあるサウジアラビア。そもそもイスラム教とはどんな宗教なのでしょうか。イスラム教、イスラム教ってよく、ね、言いますけれども、イスラームというのはですね、神に帰依するという意味なんですね。意味があるんですね。はい、帰依というのは、はい、全てを委ねるという意味ですね。私たち人間が神様に全て身も心も委ねること、はい、これがイスラームということなんですね。なるほど、うん、こちらイスラム教の分布なんですが、いわゆるイスラム教徒の、はい、人数というのはですね、正確な数は分かってないですが、今どんどんイスラム教徒の数増えてますので、へ、いずれはですね、キリスト教を抜いて世界で最大 の、 宗教になるだろうと言われていますね。サウジアラビアの国旗を見てもここが厳格なイスラム教の国だということが分かると言います。あそ
こに何て書いてあるのかと、アラビア語でですね、右から左にですね、ここにアラーの他に神はなし、ムハンマドは神の使徒なりと書いてあるんですね。使徒っていうのは神のお使い、神様の言葉を聞いたお使いという意味ですね。これがね、イスラム教徒の信仰告白といって、はい、イスラム教徒は必ずこれを言わなければいけないよという言葉なんですね。サウジアラビアはイスラム教の国なんだよということを宣言していると。なるほど、はい、その厳格さを見に行ってみましょう。イスラムの世界では女性が髪の毛などを隠すのは誘惑に弱い男性をむやみに刺激しないようにするためと言われています。そのため家族以外の人の前では隠すことになっているのです。中には顔すべてを覆っている人が。何も見えないじゃないですか、あれは。いや、あの外側から見えませんけど内側からよく見えるんですよ。これでちょっと覆ってみてください。ほら見えるでしょ。え、見えるんだ。私はバッチリ見えますよ。そうでしょ。でも私は見えてないんですよ。顔全然わかりませんよ。すごい、ね、普通に歩けますよ、このまま。そうでしょ。ただこのまま誰だかわかんないので撮ってもいいですかね。まあいいんですけど、つまり三十の女性よくそういう格好してるのは、はい、あのそうしてると中からちゃんと見えるんですよ。ああ、全然、うん、じゃあ本当にもうただ自分を隠すために、自分を守るためにつけてるっていう、うん、続いて二人が向かったのは、はい、あれ池上さんの横に突然男性が。しかも二人の手元にご注目。池上さん、まずいですよこれ。なんとギュッと手を握っています。実はこの方、私たち取材班の撮影に立ち会っているサウジアラビアのお役人。ラブラブじゃないですか。すごいラブラブ。ラブラブじゃないですか。男の手をつなぐのがごく普通ですから。はい、変な意味はないんですよ。本当に変な意味。これ、アラブの男性の親愛の証なんです。あ、聞こえます。あ、なんか、はい、ちょっとこれなんか叫んでる人の声みたいなのが、これがアザーンと言ってですね、はい、ほら、あのお祈りの時間ですよとみんなに呼びかけてるんです。で、こうやってお祈りの時間になりますと皆さんお祈りに行かなければいけないので店を閉めるんですよ。これほらほら、シャッター閉めたでしょ。お祈りの時間には店を閉めなければいけないんですよ。1日に5回お祈りの時間がありますから、はい、今日これは4回目のお祈りの時間ですね。毎回お店を閉める、はい、閉めて、はい、皆さんはどうするんですか。あのこの近くのモスクにお祈りに行くんです。この声はどこからするんですか。ここ例えばあそこにモスクがありますでしょ。はい、あそこにスピーカーがあるでしょ。本当だ、スピーカーがいっぱいついてますね。あそこから流れてます。1日5回のお祈りの時間には町中のモスクからこのアザーンが流れるのです。商店街だけでなく、お祈りの時間はスーパーマーケットも営業を一旦ストップします。ここ24時間営業のスーパーマーケットなんですけど、はい、ほら今お祈りの時間になっちゃったもんだから、はい、あのお客さんみんないなくなったでしょ。誰もいないですね。で、ほらここテレビ売り場でしょ。はい、テレビの画面見てください。全部同じのが流れてますけど、はい、これはこれメッカのカーバ神殿の今 の、 あの生中継の映像ですね。あのイスラム教の聖地のメッカですね、はい、このメッカというのはもともとムハンマドが神様の声を聞いた場所です。はい、イスラム教が始まった場所な、ね、あ、なるほど、はい、そしてそこにはこれカーバ神殿という神殿がありまして、毎年大勢の信者がここに巡礼にやってくるんですね。イスラム教のもう一つの聖地メディナのモスクからも生中継されます。お祈りの時間は国内のテレビ局は全てその様子を映し出すことになっているのです。イスラム教の礼拝堂モスクはどんなところなのでしょうか。イスラム教徒がお祈りを捧げるモスクというのがじゃあどんなものなのか、はい、あのなかなか中には入れないんですが、はい、特別な許可をいただいてですね、入れ
時間になると続々と信者が集まってきます。男性の池上さんだけ特別に中に入ることが許されました。では靴を脱いで中に入ってみましょう。神聖な時間、女性は男性のお祈りの場へは入れません。いよいよお祈りが始まりました。イマームと言われるイスラムについては非常に、ま、詳しい人が言ってみれば信者みんなを先導するんですね。あのキリスト教ではあの神父さんや牧師さんがいます。イスラム教ではそういう立場の人はいないんですけれども、信者を、ま、導く人が、見てですね、その人のこの言葉によってこう皆さんにこうお祈りをするわけですね。そしてどちらの方角に向かってお祈りをするのか、それはメッカなんですね。イスラム教のカーバ神殿のあるメッカの方角に向かってお祈りをします。でそのメッカの方角を示すのがあそこの真正面にあるくぼみですね、壁にあるくぼみ、あれをミフラームと言います。あちらがメッカの方角だよということを示しているんです。ですから皆さんあのくぼみの方に向かってこうお祈りをしているわけですね。ここでお祈りが終わった後、はるかさんもモスクの中に入ることが許されました。入れた。お寺に入った時と同じ気持ちで、なんか神聖な気持ちになります、ね、なりますよね。1日5回のお祈りを欠かさない敬虔なイスラム教徒。しかしなぜ自爆テロを起こす人がいるのでしょう。実は自爆テロを意味すると思われているジハードという言葉、そこに大きな誤解が。ジハードってね、はい、聖戦、聖なる戦いって日本語だと訳されるんですよ、はい、よくイスラムの過激派が例えばテロを起こしたりするときにこれをジハードだと、あ、はい、ジハードだなんて名乗ってる連中がいるんですね、はい、なんかね、イスラムの人たちってジハードというなんか聖戦、怖い戦いをするというふうに思ってる日本人多いんですけど、もともとジハードというのはイスラムの教えを守るための努力という意味なんですね。でもそのような怖いイメージになるのは何ですか。それは例えば自分たちの土地によそ者が攻めてきた時、はい、侵略を受けた時にイスラムの教えを守るために戦う、つまり自衛のための戦う、はい、これもジハードという言い方をするんですよ、はい、外国の軍隊が攻めてきた時にそれを守るための戦いに立ち上がれ、ジハードに立ち上がれっていう言い方をするもんですから、なんか戦争をすることがジハードだっていう誤解が広がっていったんですが、はい、本当はこう自分のこの宗教を守るっていう、うん、そういう意味なんですね。そうですね。だからこうね、あの教えに忠実であろう、はい、例えばこういうあの今日はねなんかサボりたいなっていう思いがあってもモスクに行ってお祈りをしようと一生懸命努力をすること、自分なりに努力をすること、これもジハードなんです。ああ、じゃあすごい身近なものなんですね。身近なものからそもそもジハードというのはあるんですね。例えば、はい、あの自爆テロなんてあるでしょ。自分は自殺するってことは絶対許されないことなんです、はい、人間の命というのは神様が作って与えられた命ですから、それを勝手にね自殺するってことは絶対許されないことなんですよ。ですから、はい、自爆テロっていうのもね、あの自分たちはこれで聖なる戦いで死んだんだって思ってるわけですが、はい、そうではなくてそれは自殺したってことになれば地獄に落ちることになるわけですよ。だからあの自爆テロをする人たちをイスラム教徒がみんな認めてるっていうわけではないんですよ。自爆テロは敬虔なイスラム教徒からすれば信じられない行為だと言います。さらに日本とは全く違うサウジアラビアの生活を見てみましょう。まずはスーパーマーケット。サウジアラビアはね、当然日本と違うことがいろいろありますよね、はい、例えば時間も、ほら見てください、25時間営業1日は25時間。いや、1日24時間ですよね、25時間なわけがないでしょ、はい、これはシャレなんですね。24時間営業じゃなくてもっと頑張りますよという意味の。2人は食料品売り場へ。イスラム教で食べてはいけないものってのはご存知ですよね。それはあれですね、豚肉。はい、はい、そうですよね。なぜ豚肉を食べてはいけないのか。はい、なぜ、はい、
それは神様からの言葉、コーランにそう書いてあるからなんです。はい、あのコーランのね、第2章にですね、はい、彼が あなた方にこの、まあ、神様ですね、神様があなた方に食べることを、禁じられるものは死肉、死んだ肉、つまり見た時にもう死んでいる動物の肉、どんな病気で死んでるか分かんないでしょ、はい、だからそのものを食べたら病気になるかもしれないですよね。それから血、はい、そして豚肉、それからアンラ以外の名で備えられたもの、だから他の神様に備えられたものなんてのは食べちゃダメですよと。ただ故意に違反せず、つまり知らなくて食べちゃったっていう場合は、あるいは乗りを越えず必要に迫られた場合、つまりそれを食べないともう飢え死にしてしまうよというような状態になった時には罪にはならないよと。アッラは寛容にして慈悲深い方であられると書いてあるわけですね。でも分かってたら食べちゃいけないよ、はい、というわけで、このスーパーマーケットには当然のことながら豚肉は売られていないというわけなんですが、さあじゃあどんなものが売られているのか、はいはい、そこの肉にも見てみましょうか、はい、キャメルミートと書いてあります。えキャメルってあのキャメルですよね、ラクダなんだよね。そうです、食べるんですよ。いや見た感じは普通ですけど。そうですよね、これがラクダなんですね。そうですね、いかにもアラブらしいでした。ラクダはサウジアラビアでは食用として一般的なお肉、ラクダ市場もあるんです。これハンバーガーなんですけどね、はい、これ見てください、ハラルって書いてあるでしょ。何ですかこれ。ハラルってのは例えばあの牛を、まあはい、牛肉にするときにアッラの神様の名前を唱えながら決められた作法でこれを肉にするやり方があるんですよ、そのやり方の通りに作られた肉ですよ、だから安心して食べていいですよ、これはハラルと言います。木上さん、はい、でもソーセージ普通に売ってますよ。売ってますね、ソーセージってやっぱり豚肉じゃないですか。私たちはそう思うでしょう、はい、じゃあこれ見ましょうか。ほらチキンフランクス、あフランクフルトソーセージ風ですけど、はい、チキンですね。飲んではいけないものもありますよね。飲んではいけないもの、はい、あれですね、アルコール、はい、あのコーランの中にあのお酒が飲んではいけないと書いてあるので、はい、お酒は当然売ってないわけですよね、はい、ジュースがあるんですが、ほらこれ見てくださいよ。でーんと目の前にあのお酒の粉があるじゃないですか、はい、ね、これみんなどう見てもビールですよね、うん、ビールそのものがもうこんなに堂々と置いてあって大丈夫なんですか、はい、見てください、これなんかノンアルコールビールです。なるほど、はい、お酒でもお酒ではないんです、アルコールが 0% ですから、ゼロですから。なぜイスラム教ではお酒を飲めないのか。あのお酒を飲んで酔っ払っちゃうと神様のことを忘れがちになる。忘れがち、それじゃいけないよと。お酒飲んで忘れたりしちゃいけないっていう、はい、そう、そしてコーランの中に、はい、あの良い行いをしていればね、はい、やがて天国に行けると、で天国にはではいくらでも美味しいお酒が飲めると書いてあります、はい、続いて DVD ショップに入っていくと、あほら これ見て、はい、あれほらこれラブシーンでしょ、はい、ほらシールが貼ってありますよ、これ見せちゃいけないんでしょ。えこれテープで隠してるんですか。そうですね、ほらこちらは、それからほらここはほら、はい、女性の水着姿がほら塗って隠してます。あそこもここほら女性が肌が見えてるところを全部隠してますね。うわ大変、ペンでこれ塗ってるんです、ね、そう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 、ほら、はい、これなんだと思います。これなんでこう隠してるんでしょ。肌は女性なんですよね。ねえ十字架が隠れてる。ああ、え、他の宗教のものはダメってことですか。そうですね、キリスト教の十字はダメっていうのはこれで分かりました。いや厳しいですね、思った以上に、ね、作品によっては内容も一部削除しているそうです。続いてやってきたのはファストフード店が並ぶフードコート。ここマクドナルドなんですが、ちょっとなんか気がつきません？あれなんか、はい、真ん中で割れてますよね。
分かれてますね。こっち側はレディースセクション、はい、そして右側はメインセクション、はい、男性と女性分かれてるんですよ。え、これ普通に一緒にこうやって来れないんですか？いや、ないんですね。この仮面は仕切りなんですね、はい、仕切りです。男性と女性は別々にと。初めて見ました。こんなど真ん中に看板が、はい、みんなこう男性と女性に分かれてるでしょ。これがサウジアラビアなんですよ。びっくりです。そんなレストランはどうなのか行ってみましょう。はい、ここはレストランが並ぶリヤドの繁華街。通りに面したレストランを覗いてみると、お客さんは男性ばかり。実はここシングルセクションといって男性専用のスペース。女性の入り口は店の横にあるんです。ここはファミリーセクション、家族連れや女性が利用できるスペースになります。あ、中が見えない。見えませんね、はい、すごいカーテンで覆われてる。ですから、はい、あのサウジアラビアの人は結婚しているわけでもない、家族でもない、男女が一緒にレストランで食事ということはできないんですね。外国人の男女はこのスペースを利用して一緒に食事をすることができます。こうやってね、こう周りを見てると、はい、やっぱり家族でテーブルを囲んでますでしょ。あ、多いですね。あちらは外国人の女性ですかね、はい、で手前はね、きちんと守ってますね。もう、はい、外と丸切り同じ格好で、同じ格好で、あれで食事するわけですから器用ですよね。そうですよね、こう布の下から食べるってことですよね、はい。やっぱりこういう食事で賑やかなところはどこの国も変わらないでしょ。いや、全然なんかもっとなんか静かな感じかと思ったら、すごい楽しげで安心しました、はい。なんか例えば学生同士でこう、はい、男女混合でご飯食べたりとかしたい年頃ですけど、はい、そういうのってそういうことはできないんですね。基本は宮ですから。そうなんだ。決して男性に素顔を見せない女性たち。家の中ではどんな暮らしをしているんでしょうか。驚かないでくださいね。これがごく普通の家ですから。はい、はい、普通の家庭、はい、ごく普通の家のサイズです、はい。お邪魔させていただくのはアブ・ホデアルさんのお宅。え、これ普通とかでお金持ちの家ですよね。サウジアラビアではごく普通の、取り立てでお金持ちというわけではないですね。ほら、芝生があってプールがありますね。これ豪邸ですよ。いえいえ、それは日本で見ればもちろん豪邸ですけど、サウジアラビアではごく標準的です、石油の国っていうのだけあって、サウジアラビアの平均月収はおよそ35万円。石油の国にしては少なくも感じますが、税金がなく公立の病院、学校はお金がかかりません。さらに2世帯、3世帯で暮らすことが多いので家も大きいのです。失礼します。では早速家の中に。こんにちは。家の中ではあの黒いアバヤは着ていません。この日は親戚も含め7人の女性が集まってくれました。この国の暮らしについてどう思っているんでしょう。サウジアラビアで女性として生まれてよかったなと思うこと、よくなかった、悪かったなと思うことって何ですか。嬉しいことはサウジアラビアにイスラム教の2つの聖地があることね。嫌なことは車が運転できない。そうそう、車が運転できないのは残念よね。 あと外でアバヤを着なきゃいけないのが面倒かな。お見合いが一般的だというこの国の結婚観も気になるところ。お父さんとお母さんの出会いはどのような形で結婚につながったんですか。私はお見合いで結婚しました。私の父が彼女の家族に会った時、
すごく彼女を気に入って、ぜひ自分の息子と結婚してほしいと頼んだんです。それでお見合いをしました。奥さんの方もなんかお見合い結婚に抵抗とかはなかったですか？私はジェッタという町の出身で、その町からは出たくなかったの。だからこの人と結婚する気なんて全くなかったわ。でも家族がいい人だからって勧めるので会うことにしたの。きっと神様が彼と一緒になった方がいいというのならずっと一緒にいられるし、そうでなければ自然と別れることになるんだろうと思って一緒になったのよ。はいはい、私の顔と優しさも気に入っただろう。するとおじいさんが自分の出会いについても話してくれました。家族とエジプトに行った時、彼女の家族と出会って仲良くなりました。私の家族は彼女のことを気に入ったので家族同士で結婚が決まりました。私は彼女のことをよく知らなかったので、愛情は結婚してから生まれたんです。へえ、ほとんど話したこともないような人とじゃあ結婚するってことなんですよね。まあそうですね。この若い女性たちに、はい、要するに自分たちもその親と同じように見合いで結婚するのか、自分は好きな人を自分で見つけて結婚したいのか、どうでしょうかね。お見合い結婚は嫌です。誰かと出会って結婚したいです。家族に決められたくないです。この国はいとこ同士の結婚が多いけど、私は自分が好きになった人と結婚したいな。私はお見合い結婚がいいです。出会いは自分で決めるものじゃなくて神様が選んでくれるものだから、それに従います。なるほど、そういう考え方するんですね。いや、考えたことなかったですね。神様考え、将来のことを考えてくれてるっていう前提でも、はあ、なるほど。リヤド市内で最も高いビル、キングダムセンター。ここにはね、はい、男性が入れないところがあるんです。お、女性だけの場所ってことですか？そうなんです。だから私もこう見られないので、はい、ぜひはるかさん入ってリポートしてください。はい、いや楽しみ、はい、レディースキングダム、はい、女性の王国と書いてあります。ここにはレディースオンリーって書いてありますね。この上の階、はい、女性専用階なんですよ。はい、じゃあ、はい、行けるんですね私は、はい、ぜひ行って、はい、ほら、はい、はいはい、じゃあ行ってらっしゃい。入ってきます。普段全身のほとんどを隠している女性たち、女性だけになるとどうなるんでしょうか。というわけで、はるかさんはあの女性専用フロアに行ってしまいました。あ、ここですね。あ、なるほど。はい、あのここが女性専用フロアですね。がすりガラスになっていてですね、わかんないですね。なんとなく見えるようでて見えない、不思議な空間ですね。あー、手振ってますね。見えます見えます。はい、あそこでかろうじて夜のショッピングセンター、今もうそろそろ夜9時になるんですけれども、こうやって見ますと女性が大勢買い物してるんですよね。サウジアラビアと言いますと、外から見るとこの男尊女卑で女性が非常にこう抑圧されているような、そんな印象を受けたりするんですが、実際にここに来るとですね、女性たち相当な自己自由があるなと、かなりこうあの自由気ままにこう暮らすということもできるなと、そんな風に見えますね。あ、帰ってきました。はい、行ってきました。どうでしたか？あのすごかったです。想像以上にみんな顔を出して、はい、その辺にオープンカフェとかいっぱいあるんですけど、お茶もしてるんですよ。みんな隠してますけど、すごいおしゃれなんですよ。あとはもう派手な衣装がいっぱい、やっぱりそうなんだ。こんな胸元とか開いてるような衣装が、胸元
ことあるんです。はるかさんによればヘアサロンなどもあり、顔を出した女性たちが楽しんでいたそうです。思った以上にもしかしたら日本に負けないぐらいおしゃれですね。なるほどね。イスラム社会を知る上で重要な人物がいます。イスラム法学者でムフティと呼ばれるイスラム教徒の相談役です。ムハンマド・アル・アリフィさんはテレビにも出演する人気のムフティです。イスラム法というのは神の言葉を書いたコーランなどにのっとってどのように信者が行動すべきかということ、そういうルールのことをイスラム法というんですね。それについて大変詳しい方で、テレビで視聴者のさまざまな疑問にこう答えてらっしゃる大変人気のムフティさんです。この方に今からそのサウジアラビアのこう宗教についてお話を伺おうと思います。アッサラマアイクム。ワアレイクムサラム。サウジアラビアというのはこう外から来るとですね、とっても厳格にイスラム教を守ってるという印象があるんですが、どうしてなんでしょうか。サウジアラビアは最後の預言者ムハンマドが生まれた場所で、神様が選ばれた土地なんです。そして2つの聖地メッカとメディナがあり、世界中から多くのイスラム教信者が巡礼に来ます。だから我々はイスラムの代表にならなくてはいけないんです。イスラム教の国はサウジアラビアだけではありませんが、この国が中心となって正しい教えを守る必要があるんです。2001年9月のアメリカの同時多発テロ以降、イスラム教って怖い宗教だなと、そういうイメージを持ってる人が結構いるんですよね。それについてこうどう思いますか。イスラム教には神が与えたたくさんのルールがあります。でもそれは人間にとって当たり前のことばかりです。むやみに人を殺していいなんてことはなく、殺人は絶対に許されないことなのです。だからあの犯人はイスラム教徒ではないんです。つまり正しいイスラム教徒であれば同時多発テロなんてことは絶対に考えません。そもそも彼らはイスラム教徒ではないんです。イスラム教って一言で言うとどういう宗教なんでしょうか。世の中のために良いことをすれば神様はお喜びになります。私たちはそれを続け、死んだ後神様のもとに会いに行き、そこでパラダイスを与えてもらうんです。ヒロミさん、女性は働けないんですか。あ、そんなことないです。サウジアラビアでも結構働いてますよ。あ、そうなんですか。あの学校で働いてるんですか。あ、そうです。女性の権利っていうのは変わってきてる、これがね、ようやく変わりつつあるんですね。ちょっとこちら見てください。これ去年のニュースなんですけれども、サウジアラビアで初地方選挙で女性の参政権を国王が認めたというニュースがあります。つまり地方選挙、これまで女性選挙権なかったんですよね。女性にも選挙権を認めましょう、つまり立候補する権利、投票する権利を認めましょうということになりました。ただし、いわゆる国会という組織がないんですよ。実はですね、これ諮問評議会といって、それぞれの各界の代表者が王様から何かどうしたらいいかねって相談を受けた時に、こうしたらどうでしょうかとアドバイスをする機関というのがあるだけで、いわゆる国民がみんなで選挙して国会議員を選ぶって仕組みはないんですね。議会がないんですね。議会がないんですね。地方議会はあるんですよ。あ、地方はある。その地方議会に女性の参政権をこれから認めましょうということになってまして、将来的にはその国王の助言機関である諮問評議会にも女性を任命しようと言っているということです。大きな一歩ですよね。そうですね、変わりつつあるということ。